はい、こんにちは、116ウィンズです。今回の動画では澤村選手とレッドソックスの契約が正式合意に至ったのではないかという話をしていきたいなと思うんですが、今日の朝スポーツ報知が澤村選手がボストンレッドソックスとの契約に正式合意に至ったと報道していましたけれども、ついに澤村選手の MLB 移籍が決まりそうですね。この件に関してはまだアメリカメディアからの続報が出ていませんので、本当に正式合意に至ったのかはちょっと何とも言えないところではあるんですが、ただマスライブ .com でレッドソックスの番記者を務めていますクリス・コティーロ記者によりますと、レッドソックスは現在 MLB の40人枠がいっぱいで、その枠の調整が近々必要ではあるものの、澤村選手の契約が近いのではないかというツイートを今日していました。なのでおそらくこのままレッドソックスと契約する可能性というところは非常に高いんじゃないかと思っているんですけれども、もし正式に実現すれば先日テキサスレンジャーズに入った有原選手に続く日本人選手の MLB 挑戦となりますよね。澤村選手は昨年途中3軍に落ちるという経験もしましたけれども、そこからロッテにトレードされて、で見事に復活を遂げてロッテの勝ちパターンを務めて、そして今回の MLB 入り、1年も経たずにここまで劇的に変わる選手というのも珍しいのではないでしょうか。昨年の澤村選手について成績面から少し振り返りたいなと思うんですけれども、昨年巨人では13試合に登板して防御率は 6.08、 全く成績の方が振るわなかったんですけれども、ただ9月にロッテにトレードされて、そこからは150キロ後半のストレートと140キロ台後半、時には150キロ台にも届くスプリットを駆使して、ロッテでは22試合に登板して防御率 1.71、 21イニングで29個の三振を奪いまして、移籍後は本当にロッテのブルペンを支えた存在でしたね。21イニングでフォアボール10個と少し多めではあるんですけれども、その分被安打も10本に抑えていますし、パリーグのバッターたちでも澤村選手はそう簡単には攻略できない存在だったのかなと思っています。まあそら150キロ台後半のストレートと150キロにも届くスプリットを持った選手を1回の対戦で攻略するというのはなかなかバッターとしては難しいタスクだとは思うんですけれども、この澤村選手のストレートとスプリットのコンビネーション、特にスプリットは MLB のバッターたち相手でも有効な球種になるのではないかと個人的に考えています。というのもそもそも MLB にはスプリットの使い手があまり多くはないんですよね。データで楽しむプロ野球という素晴らしいサイトがあるんですけれども、こちらのサイトによれば昨年澤村選手はスプリットを 36.3% 投球の中で使ってきたんですけれども、 MLB で彼よりもスプリットに頼っている選手というのはたったの7人しか昨年いませんでした。昨年マリナーズでプレーしました平野義久選手、それからオリバー・ドレイク、ヘクター・ネリス、ブレイク・パーカー、ケビン・ゴーズマン、チェイスン・シュリーブ、そして山口俊選手の7人が該当するんですけれども、それだけスプリットを多投する選手というのは MLB でも珍しい存在となっているんですね。でこの7人の選手に関しては昨年の成績がものすごく良かった選手ばかりではないんですけれども、ただその要因としてはスプリット以外の球種がそもそもそこまで球速が速くなかったりですとか、他の球種で打たれてしまったりという別の要因も考えられまして、ただ澤村選手はストレートはおそらく90マイル中盤から90マイル後半ぐらいは出るかなと思ってますし、スプリットに関しても90マイル台前半は平均で出せるんじゃないかと考えています。スプリットを多く使う選手でさらにスピードと両立できている選手はこの7人の中でもせいぜいヘクターネリスか、あるいはケビン・ゴーズマンぐらいですので、澤村選手にはスピードがある分よりスプリットを生かすこと自体は可能なのかなと思っています。ブルペンでヘクターネリスぐらいのピッチングができるようになればレッドソックスとしても十分今回投資するだけの価値があったと言えるんじゃないかと個人的には思っていますが、こちらはどうなるでしょうかね。もう少しスプリットの話を続けたいなと思うんですが、 MLB のバッターたちはスプリットという球種相手にどういう対応ができているのかというところを見ていきたいなと思います。スタッドキャストのデータ収集が始まった2015年以降で MLB のバッターたちの対スプリットの成績がこちらの通りとなりまして、まあ、そもそもスプリットという球種を使う選手が多くないので投球割合としては年間で 1%2% 程度とはなってしまうんですが、ただ三振率は基本的にどの年も 30% を超えていまして、三振を奪う球種として非常に有効であることがここからもわかるかなと思いますし、また打率等も見ていただければわかるかと思いますけれども、あまり打たれていないことがわかりますよね。被打率は基本的には2割前半、2019年は1割9分9厘ともなっていましたし、 WOBA で見ても2割台中盤ぐらいですから、 MLB のバッターたちはスプリットという球種に非常に苦労していることがわかるんじゃないかと思います。またスプリットに関して注目していただきたいのが一番右の平均打球角度となっていまして、こちら6年間の平均がまあ大体6度ぐらいとなるんですけれども、要するにバッターたちはスプリットという球種に対して
打球に角度をつけることができていないんですね。つまりフライをあまり打てていないということになります。昨今の MLB はホームランをどんどん打とうというバッターが非常に増えてきましたけれども、そういった姿勢のバッターたちであってもなかなかフライを打つことができない、つまり長打になりにくいという点では、今の MLB を生き抜く上でスプリットという球種は非常に有効に働くのではないかと考えました。特に沢村選手がこれからプレーするレッドソックスは打者有利なフェンウェイパークを本拠地としていますので、そういったバッターに有利な環境の中で長打の可能性を減らすことができる球種を一つ武器として持っているのは、 MLB でプレーする上でも重宝するのではないかと思っています。ちなみにこちらでお見せした成績は全てのスプリットに対する成績となるんですけれども、沢村選手のような90マイル以上のスプリットについてはどうなっているのかと言いますと、こちらの通りとなりまして、年間で多い年でも500球程度しか記録されていないので、サンプルが非常に少ないところではあるんですが、基本的に先ほどお見せしたスプリット全体に対する成績からさらに改善されていますし、打球角度についてはマイナスが目立ちますね。打球の角度がマイナスということは、つまり打った瞬間に地面の方向に打球が向いているということになりますので、基本的にはゴロにしかならないということになります。この成績を見たとき、沢村選手が MLB でスプリットでどんな成績を残すのか本当に楽しみになりましたね。もちろん沢村選手に関しては、まず MLB のボールに適応するという問題もありますし、またスプリット以外の球種、特にストレートが MLB レベルでどこまで通用するのかという問題は残っているんですけれども、ただストレートがある程度通用するようであれば MLB での活躍も十分見込めるのではないかと考えています。ここまでが沢村選手に関する話となるんですけれども、次からは沢村選手が入る予定のレッドソックスが来季2021年シーズンどういうチーム状況にあるのかというところを話していきたいなと思います。昨年のレッドソックスは24勝36敗で AL 東地区最下位に沈んでしまいました。また東地区最下位どころか MLB 全体でもワースト4位の成績となりまして、2018年に世界一に輝いたところではあるんですけれども、チームの立て直しを進めている状況にあります。で、来シーズン2021年シーズンの AL 東地区についても、昨年地区優勝したレイズ、それからヤンキース、さらにはこのオフ大型補強に動いたブルージェイズの3強となることが予想されていますので、レッドソックスが現状置かれた立場は厳しいものとなっています。レッドソックスは名門球団ではありますが、はっきり言って2021年シーズンのレッドソックスについては勝つためのシーズンではないかと思われます。そういうチーム状況にあってか、ブルペンははっきり言って良いとは言えないような状態となっています。昨年のレッドソックスのブルペン防御率は 5.79、 FIP で見ても 4.92 となっていまして、ブルペン防御率は MLB ワースト4位でした。で、その昨年のブルペンのメンバーからほとんどメンバーは変わっていない状況でして、先日ヤンキースとのトレードでアダム・オッタビーノを獲得したんですけれども、目立った動きはそれと、あとはマット・アンドリースと契約したぐらいですので、昨年からブルペンがめちゃくちゃ改善したとは言えないのかなと思いますね。守護神はおそらくマット・バーンズで、でセットアッパーがヤンキースから来たオッタビーノが務めると思うんですけれども、それ以外の役割については完全に決まっているわけではないかと思いますので、沢村選手のチャンスは非常に多い環境なのかなと思われます。チーム状況に関しては先ほど説明しましたけれども、レッドソックスは来シーズン何が何でも勝たなければいけないという年ではないですので、これから新しい環境に飛び込んでいく沢村選手にとっては、まずは環境に適応するための時間が用意されていそうという点については、レッドソックスという球団を選んだのは非常に良い選択だったのではないかと思いました。ブルペンでの出番は多いかと思われますし、また現状のレッドソックスのブルペンの状況であれば、沢村選手がいいピッチングを続ければセットアッパー以上の役割になる可能性も全くありえない話ではないのかなと思っています。最初からコンテンダーのチームでプレーしますと、どうしてもすでにメンバーが固まっていたりして役割が非常に限定されたものになってしまう可能性もありますし、新しく入ってきた選手が才能をフルに生かすということは難しいでしょうから、まずはチャンスの多い環境で才能をフルに発揮するための機会を増やすというのは決して悪い判断ではないのかなと思いました。スプリングトレーニング目前での移籍とはなりますけれども、2021年シーズンの沢村選手が MLB でどんなピッチングを見せるのか、今から非常に楽しみですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。